はい、バッドレトロゲームチャンネルです。今日はですね、電車で動くプロフェッショナル2やっていきたいと思います。鶴見線なんでね、そんなに難しくはないっていう、難易度が5でもね、難しくないっていうね、すごい時間が余るダイヤなんで、何キロぐらいで行けばいいのか。海芝浦行き、海芝浦から発車なんですよね。駅を発車してすぐ右手に海が見える、眺めの良い623メートル。もうこれは見たことないね。相当古い電車だよね。クモハ12、戦前に製造され、1959年鶴見線の炭鉱化に伴い両運転台化されてこの形になった。1996年ダイヤ改正により引退し、現在この編成での運行は行われていないと。はい、じゃあこれで発車してすぐ右手に海が見える。はい、出発進行。海芝浦発車。うわ、またスピードメーター独特だな。海芝浦東芝か。何キロぐらいだね、40キロでいいのかな。スピードはあんまり出ないんだけどね。鉄橋の手前70メートルで警笛、隠し警笛かな。あ、違うわ、それは新芝浦と浅野かと。何キロぐらい出せばいいんだろうね。難しいんだよこれ。あ、すぐスピード落ちるのかなこれ。あと20、25秒。またこのメーター見づらい。あ、35秒か。今で20秒だ。ちょっと止まるか。このまんま、この調子で行けば。でもスピード落ちないね、なかなか。3、2、1。新芝浦、停車、定着。まあ、1メートル以内だったらいいでしょう。歴代の車両ね、で運転できるっていう貴重な車両。乗り目点出発進行、新芝浦発車。制限55。制限55。35キロで進むと良い。すごいね、こういう歴代の車両で遊べるっていうのは相当昔だよね。全然記憶にないね、この車両は。歴代の車両で遊べるっていうね。第一計測進行。で、制限55に惑わされずに35キロの速度を保ちながら進むといいらしいね。で、制限解除。70m、鉄橋の手前で鳴らすの。浅野、停車、停止位置共通。鉄橋は、はい、左側です。鉄橋は70m。解除。お、あれ、鉄橋なんてあった。あれ、ちょっと待って、ここにゆっくり行けばいい。浅野、鉄橋の手前でなんか警笛鳴らすって書いてるけど、全然なかった。鉄橋が見えなかったな今。
下の停車、あ、そっか、遅れてもいいのか、多少。難易度レベル2とかだったから。OK、次。次は、弁天橋。出発進行、浅野発車。弁天町は大阪環状線で、弁天橋がこっちか、関東ですね。鳴らしてもしょうがない。弁天小僧って何回言ったのか、毎回なんか弁天小僧って言ってるね。こち亀の映画勝どき橋を封鎖せよってありましたね。その時のこち亀の主題歌はね、吉田拓郎さんの気持ちだよっていう曲だね。気持ちだよ、気持ちだよ、僕の気持ちだよっていう曲ね。あの森永さんタレントのあの人のカバーしてるやつ、いつでもスマイルしようねとかってそういう曲カバーしてますけど、あれこち亀のエンディングだったんですね、昔。それ知らなかったな、うん、遅れてるし、めっちゃ遅れてるな。弁天橋停車、あ、103cm だ。全然もらえなかったな。いつでもスマイルしようねだったかな。なんでもないこととかなんとかなんとかって。出発進行、弁天橋発車。なんか事務所移転騒動とかってね、森七菜さんね、なんか騒がれていましたけど、能年玲奈さんもなんか事務所移転騒動とかってありましたけどね。なんかタレントってそういう事務所移転報道が多い。鶴見さんは平成3両平成か、多くて3両とかだから、鶴見線好きな人が鉄道模型やったらあんまりお金はかかんなさそうだね。京浜東北線とか山手線好きな人だと10両編成、京浜東北線が10両編成で山手線が11両編成だから結構金かかるよ、ね、全編成揃えるったら 2,3 万かかる。そう、こち亀のエンディングはね結構いい曲あんだよね。あの大きな恵みのね、恋のできない女だなんて噂されるけどっていう曲もある。あとはね、鉄腕とともさんもなんかこち亀のエンディング曲ありましたね。鶴見尾の停車定着、あ、ぴったりではいかないか、グレートじゃないか。次、国道初め天出発進行、鶴見尾の発車。年末のね、ミュージックステーションを見ていいなって思ったら、その森七菜さんのあのカバー曲のやつね、あと北村匠海さんかな、あの人も歌うまいんですね。君がいなくなった日々もとかってそういう曲ですよね。どうしようもない気だるさも、猫になったんだよ君はとかってそういう曲だった、歌詞だったと思うんだけど、あの曲はその女歌うまい人だったんですね。今俳優さんみんな歌うまいですね。は
あいみょんが作詞したんですよね、あれ。それで国道。再加速 OK っていうのが本当助かるよ。これで OK、 4、3、やばいかな、ちょっとこれで時間を国道停車、ぐるっと9秒。お、9センチのギータだ。ソフトバンクの柳田選手の背番号。次、終点鶴見。はじめ、出発進行、国道発車。制限55があるんですけど、制限15があるんですよね。125m で制限中。だからまあ35km。50km でいいの、ね、この辺でいいでしょ。ここのホームも気になりますよね。なんか歴史のあるホーム、前ここホームで使ってたんだけど、なんかスーツさんの動画で言ってたのは、スーツさんが電車でこうやってた時になんか聞いたことがありますね。あ、ちょっと速いか、スピード落とすのが速い。ゲイントーク線下に電車走ってるとかってない、見えないか。制限解除。で、隠し警笛、60mのところで、ね、隠し警笛があります。隠し警笛あります。ほんまに時間がないな。15っていうのも難しいな、あと20秒。急ブレーキ、あー失敗した。やっぱダメなんだ。3、2、1、鶴見停車、ダメか。B5 を使っちゃダメだったんだね。 G メーターだっけ、あれがないからね。これでエンディングになります。
はい、という感じでどうでしょう。まあ100はいってるよね。おお、いいね。最後の急ブレーキなかったらブレーキの乗り心地満点だった。もう129点いいですね。まあまた時刻表増えちゃったか。これで終わり。はい、という感じでこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。電車でゴー！プロフェッショナル2。